腰王神社は、秋田県大仙市大曲屋座腰王際にある神社。本殿は、重要文化財に指定されている。腰王神社本殿は、宇治子総大の戸賀子家の古文書によると、1570年に、領主戸沢氏が、苦弱上主である戸賀氏氏を武行として建立したと、伝えられる。1930年に行われた、文部省による解体修理の際に、 軒の組みの中に、古川村、大工、神兵衛という牧所が発見され、現在の岐阜県日田市出身の大工、神兵衛の作であることが判明した。古潮神社本殿は、1905年門武将古社寺保存会食宅で、工学博士の伊藤忠太の調査を経て、1908年、当時の古社寺保存法に基づく、特別保護建造物に指定された。 秋田県では、初の文化財指定建造物である。祭人は、古事記、日本書紀で北陸を平定したとされる大美子いの地と、たご柱。古王という神社は、中部以北の日本海側に多く見られ、古王、古王、古将などと書く、八代の例もあり、その由来については、以下の説がある。本社の由来は、高潮説に基づく。秋田県内では、本社の他に、 秋田市寺内、二カ星北方町、カ野市八田平に鎮座する。古代史研究家の2位の直吉氏によると、日本初期、斎明天皇城に見える秋田浦の神が、北方遠征を行った安倍平夫と接触し、北陸の神高潮と結合したと推測している。また、祭人の一つである大美子命の北陸平定神話から、 本社には勝負時の利益を求めて参見する人もいる。境内の主要な建物として、本殿、平殿、廃殿があり、本殿が重要文化財に指定されている。室町時代末期の作で、材質は杉、松、木の木、栗などが適所に使用されている。和洋、禅宗様、大仏様などの各様式を取り入れた折衷様で、地方色も取り入れているのが特徴である。 後輩の側面上にある藤から草の彫刻や木目を利用した一木作りの木星など細部に様々な手法が施されている。また、通常神社は南か東を向いているものが多いが、腰王神社は北を向いている場合が多く、腰王神社数形については武神との関わりから古代のエゾ支配との関係を指摘する声もある。当時、美術建築の権威であった。 伊藤忠太は、気中の木、珍中の鎮と簡単し、後に建築士屋の天沼春一も、和、等、天を超越した、天下一品の建物と絶賛した。恒例の神事は9月8日、5月8日と12月8日があり、12月31日から元旦にかけて、正月行事が行われる。例大祭では、神楽、獅子舞、刀舞、梵天の奉納が行われるほか、 本殿のご開帳や、ライトアップが行われる。また、文化財防火デーにちなんで1月には腰を、神社文化財防火デー、腰を動火消し餅祭りが行われる。防火訓練では、地元の消防団のほか、東大局小学校児童らも活躍し、続いて行われる、火消し餅祭りでは、雪中田植え、天筆焼き、餅つきが行われる。ありがとうございます。